たもん。上がってた時に泣いてたの？うん、ぐらい泣いてたもん。初めてね。初めて。今まで泣かない。泣かないで泣く。でもティートじゃいつもさよならするとき泣くもんね。うん。ティートじゃはもう挨拶したね、最後まで。レアちゃん。残念、フィリピン行けなかったけど。これどこ？うん。でも最後には会えて嬉しかった。もしもう一回話したら、なんでティトジェママに顔出してない、挨拶してないのって言って怒ってるよママ。いいのか、いいのかティトジェ言って。大好きだったから、ブライアンのこと。あ、バスター、やばやだ。だから、あの、ティートジェイは忘れないでって言ってるんだよ。いなくなっても忘れちゃいけないよ。ブライアンだってみんなと遊んできた時にティートジェイが一番仲良かったもん。うん、そうだよ、わかってるよ。一番遊んでたもん。いろいろ教えたでしょ。やっぱ。フィリピン語をちょっとだけさ教えてくれたりさ。うん。いろいろしてたからさ。うん。めちゃくちゃ思い出に残ってるもん。うん。前はティトジェいつも何教えてくれるの？フィリピン語？なんかさ、なんかお盆とかさ言うときってさ、あのブラ一回も言ってなかったからさ、ティトジェの方が年上じゃん。あの、どんだっけ、ブライの方がさ、あの、10歳とかじゃん。やっぱ痛いよ、ここ。7歳とかじゃん、ブライ。うん。で、ティトジェの方がさ、年齢高いからさ。頭痛いよ、見て。痛いよ。年齢高い人には、なんか、言うとか言ってた。うん。だから、それは絶対忘れちゃいかんよ、それ。頭痛いよ。あっち行って。ね、ポーポーでしょ。だからママにはよく聞け。わかった？あ、これ髪巻き。髪巻き。髪。あ、開けました。もう多分ティートジェイも嬉しいよ。ね。ただ絶対忘れないでね。ずっと。ティートジェイはいなくなったけど、でも心の中はずっと残ってるからね。ああ、ハサミ。甘けめきねえよ。ご飯食べてみて、あの、だから言ってるでしょ、ママはもう、あの、ゲームばかりしても、もう必ずご飯の時間。